皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ちゅうことでね、本日ね、完成させようと思ったけど、まあ、思った以上にね、時間食っちゃって基本塗装のみで終わってしまいましたね。はい、といってもね、まああと一部追加工して、あと一部マスキング、その一部のマスキングが面倒するんだけど、それをすればまあ完成ですね。で、今回ね、こだわり抜いたんですよ、もう配色。もうこれしかねえっていう色を使ってますね。はい。で、ね、まあその色をね、紹介していきましょう。はい。まずはこの、ね、見てください、この、本体の、いや、胴体と、この腕とか足の色、あんま区別ないじゃん、色の。これはね、このね、パッケージを真似してます。これ一色に見えんじゃん、これ。胴体とか足とか。うん。青一色と、黒に見えるけど、実は胴体とね、手足の色違うんですよ。微妙に違う青を使ってるんですよね。うん。だそれをね、僕今回真似しました。一見してわかんないけど、よく見ると違うっていう感じでね。うん。で、組めるとこ組んじゃったんですよね、もう塗った後に。うん。この色こそグフじゃね。俺前からグフに使いたかった色があって、それはこれなんだよ、これ。じゃん。ガヤさんの GX スージーブルー。これすんげえいい色なんだよね。すんげえいい色なんだけど、今んとこ一回しか使ったことないんだけど、すんげえいい色だよ、これ。ゲルググマリーネのね、ガトー専用機に使ったんだけど、これすんげえいい色なんだよ。これでまあ手足、スージーブルーで塗って、でインディーブルーにしようと思ったけどね、ちょっと、キャラクターブルーがクソ余ってたからこっちにしました。まあ、色あんま変わんなかったんでね。うん。胴体はこれ。キャラクターブルー。もうほとんど違いないけど、わずかにスージーブルーが薄いというか緑がかった青っていう感じでね。うん。キャラクターブルーはほぼほぼインディーブルーと変わんないような色合い。このわずかな差なんだけど、パッケージはそんな感じじゃん。うん。まあ、シールド見るとね、ちょっと違うってわかるけど、胴体見たかぎりあんまわかんないじゃん。うん。これにしたかった。うん。で、まあ、このミミズ。このヒートロッドがね、これ、過去のグフのね、キットでね、過去一表現力いいんじゃない？これ。この先端がさ、太くなってる。このミミズ。うん。過去一いい表現してます。はい。これはね、僕が大好きな、ダークシーグレー。うん、もうダークシーグレー、これ使っとけばとりあえずかっこいいから。はい。で、その他の、まあ、この黒い部分。まあ、実はこれ青なんだけど、これ実はね、前でおなじみ、僕のチャンネルとおなじみの、この、ティタンズブルーを使ってます。はい。まあ、そんな感じでね、今回はこの4色をね、使って塗りましたね。まあ、あとはこの胴体の部分をね、まあ、オレンジで塗んなきゃいけないけど、こうしてめんどくさいのと、あとこのシールド。うん、おなじみ、皆さんパンとおなじみのこのシールドを塗るわけ。これですね。これがね、まあ、めんどくさいんだ。めんどくさい。なのでやめちゃったんだよ、今日は途中で。はい。まあ、なんだけどね、まあ、こだわったことあってね、いい色出てるね。はい。でね、まあ、僕、グフで HDUC で作った時にね、ガンダムカラーの MS ブルーと MS ライトブルー使ったんだけど、これ。だから、ちょっとね、違うんだよね、なんかね。うん。やっぱグフっつったらこっちじゃねえかな。うん。これちょっとグフカスタムに引っ張られてる感じがすんじゃん。やっぱこっちだよね。俺はなんか、たぶんこの色を見て懐かしいって思う人いると思うんで、この、今回の俺のこのグフ。うん。やっぱグフカスタムに引っ張られちゃってるよな、最近の、グフのカラーリングは。といってもね、昔のグフね、まあ、これね、これ、旧キットを見るとね、塗装の指示がね、確かにスカイブルーなんですよね。うん。ていうかさ、成形色おかしくね？これ。どっちでもないんだけど、これ。ザクもそうなんだけど、どっちでもねえんだよ、これ。うん。まあ、昔の旧キット、インディーブルーと、スカイブルーなんだけど、これ、グフカスタムじゃない、こんなんじゃね。うん。俺、この、900分の1のパッケージが俺この本当正当なグフの色じゃないかなと思ってるんだけど、今回それは目指しました。うん。すごい良くない？
これ自分で言うのもなんだけど、この色いいよ。やっぱね、やっぱなんだかんだ言って、クレオスさんなんだよ。なんだよって黙っちゃったけど。黙っちゃったけど、やっぱクレオスさん。クレオスさん。やっぱ塗料メーカーだったとやっぱ安いしさ。安いし、どこにでも売ってるし、色数半端ないし、タミヤさんとかね、ガヤさんとか、あのね、実は置いてないとこあったりするんだよね。でも、クレオスさんを置いてないとこってないから。まあ、クレオスさんなんだよな。はい。まあ、そんな感じでね。今日ここまでやりましたよっていう感じでね。完成は来週をね、ちょっと見越してます。さあ、明日はちょっと勘弁して。さあ、明日はちょっと、別のことやらせて。疲れた。はい、そんな感じでね。プラ吉でした。バイバーイ。